どうもバンです。今日はですねちょっといろいろの持ってくるものを忘れてしまいましてですね、インスタ36052を持ってくるのを忘れました。で代わりにアマゾンで買った格安2000円カメラですね、これでフライトしていきます。あとね、バッテリーもね1本しか持ってくるのを忘れましてですね、いつもは2本持ってくるんですけどね、いやーちょっと今日は抜けてましたね。まあ、とりあえずね、2000円カメラとバッテリー1本でねフライトしていこうというふうに思います。それでは離陸します。そうしましたらバッテリーはサンセル 300mAh、 タイマー2分30秒で離陸します。はい、どうもです。着陸ヒヤヒヤもんでしたけれども、なんとか無事着陸できたと思います。
まあ、このカメラのサイズ、重量だったら軽々と3号機はね、飛行できるんで、まあ、インスタ36052を縦持ちで今日はね、乗せようかなと思ったんですけどね、安全に見て、3号機は2000カメラの方がいいんじゃないかなというふうに思いました。これなら余裕です。上空ね、結構風が吹いてて、一方向、南の方向に進むと、速度がね出ませんでした。でその辺の映像がねどのように撮れてるかが楽しみです。以上です。ではでは。